はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説レジェンドオブマナ第11回やっていきたいと思います。前回ね、ほとんど戦闘することなく、なんか雑草買ったくらいだよね、戦いといえば。で、雑草買って果樹園ができたんで、回収は なんだこれ変なのがあるぞ。これそうなのかな。あ、取った、アルマジロキャベツ。これイカみたいなやつだよね。初めての収穫。あ、ここに入れる、もしかして。これからも種があるならいつでも果実を実らせてあげよう。あれ、もっとなってたよね。あ、果樹園ようやく終わったの。知らなかった、イベント続いてたんだ。おい、ワールドマップに戻されんかい。で、これ回収したらちょっとね、街の中を巡って一つイベントが起きそうなのがあったんで、それをやっていきたいと思います。あとペットもちょっと覗いてみるか。ペットも続いてんのかな。なんかこれでしょ。どこで取れんのこれ、いまいちわからん。イカレモン、あ、イカレモンあったね。これはどこで探せばいいんだかわかんねえんだけど。あ、左にもまたアルマジロキャベツがなってる。それなりになってるじゃん。っていうかさ、これ一個ずつ回収しなきゃいけないの、すげえめんどくせえんだけど。そしてこれの回収ポイントがわかんねえ。あれ、これそうだよね多分。あ、取れた、スペードバジル。これ種によってできるものはある程度傾向が決まってる。あれ、なんだ、大きな種、丸い種、種あげよう。じゃあ大きな丸い種でいこう。よし、じゃあちょっとペット牧場みたいなところも見てみますか。こっち側かな、ペット牧場で。どこにいんだ今、入り口はこっちか。ペット小屋、ラビになったんだけど。ペットに名前をつけてください。え、なんか何でもいいんだけど、とりあえず最初なんでペット。連れていく、餌をあげる、放牧、売る、リングリングランド。あ、ここからリングリングランド行けるんだ。図鑑、連れてってもしょうがねえかな。放牧しとこ。ラビ、攻撃力10、レベル1、ヒットポイント21。頑張れ。で、あと餌か、餌箱は空、腐った肉とかね。まあ普通にちょっと鶏肉にしとこう。もう一個選べる、牛肉もあるな。肉だらけ、おお、いっぱいあんじゃん。肉肉魚、これでいっぱいです。よし、じゃあ OK。 どうだ、撫でる。正確に特徴がない。まあいいか。じゃあ、あとなんか武器もね、新しい鉱石みたいなの手に入れたから、作りたいっちゃ作りたい。あとなんか真ん中にできそうだよね。右は楽器でしょ。楽器とかもう全くだな、興味がないから魔法に。ちょっと武器を作るでやってみよう。で、まあ両手剣だな、慣れてるから。バイゼル剣とか、初めての武器作成。そうか、武器作るのは初めてか。なんだ、バイゼルブレード、どうだ、強いか。それだけ見よう。なんか貴重な鉱石を使ってしまったからな。ウェポン、ブレイブブレードがだって今あるのが39だからね。バイゼルブレード43、強え。よし、これにしよう。で、こっからさらになんか
けたいよね。つけたいけど、まあちょっとまだわかんないから、バイゼルブレードにしとこう。いいね。また俺は強くなった。で、こっから、どこへ行くのかというと、魔法都市、ジオ。っていいんだっけ？名前。魔法都市ジオに入ります。で、魔法学園、ここに、どちら、こっちか。あれ、なんか変な人がいる。そう、共鳴する、ジュミだっけ、ラピスの騎士ルリ、仲間を探している。クズ石、静かにせんか。クズ石だと。暴力はいけないよ。なんか前いた先生と違うんだけど、曜日が違うからかな。今日はダメだから授業のない日に図書館で会おうよ。待ってるからね。ノームかウンディーネの日ということで、まあ、ちょっと曜日を進めてノームかウンディーネの日にしましょう。なんだそれ。敵が笑わなかったら最後。こいつなんだ、どういう存在なの。ではウンディーネの日になりましたので、魔法都市ジオ入っていきましょう。で、図書室いるね。こんにちは。は？ちょっと待って、意味がわからん。何も進まねえじゃねえかよ。これで進むかなって思ったんだけど、イベント、ヌヌザック偉大なる召喚師。いやいや、それはいいけど、いや図書館に来たけど、なんなん、意味がわからなすぎる。結局イベント進まねえし、ヌヌザックがいなければ実験ができる。え？何これ、結局分かんなかったわ。は？ちょっと曜日変えてみる。今ウンディーネの日だからね。今日はアウラの日、先生が違う。みんな聞いてますかって。共鳴はするんだよね。ここでナンパなら休日にしてくれよ。気にしないで。授業のない日に図書館で会うよ。待ってるからね。ノームかウンディーネの日。いや、なんなんだこれ。こっから先進むかなって思ったんだけど。ノームの日にちょっと行ってみるか、じゃあ。というわけで、ノームの日になりました。なんか変わる？こんにちは。こんにちは。何なんだこいつマジで。おいルリ、なんとかしろ。何も進まん。条件がなんか違うのか。サボテンじゃなくて、てかそもそも、そうか、始まってないのか、イベント自体が。おい、どういうことだ、わからん。というわけで全然わかんないので、月夜の町ロアに戻ってきました。で、これ一回多分外に出るとかすると、これリセットされてんだよね。で、ちゃんとこいつらの言うことを聞こう。まず、ま、闇や夜、グーマー、音楽、闇夜の音楽、んぐ、光や星、グーマー、音楽。だから何？待って、何？さようならダメのイエス。音楽どう？みたいな感じだよね。いいよいいよ。で、グー。グーはあなた。ま。闇夜。グマ。イエス。ま。疑問形。闇夜。
ですかみたいな、そんな感じ。グーがだからあなた闇をですか。そうです。ま、違います。え、なんだこれ、闇夜の方がいいのか。はい、グー、グーはあなた、グマグママ、グマグママは友達、ま、はてな、だから疑問形。あなた友達ですか。はい。え、グー、あなた、まあ、私、友達、グマ、びっくりマーク2つ、1つしかない、友達ですみたいな感じか。友達になった、じゃあ売りつけよう。これで売りつけられるよね。やった、ランプ1個売れた。グマ、いやー、こんなめんどくせえ作業しなきゃいけないのか。まあ私、グマグマ、アナグマ、私アナグマ、グー、あなたアナグマですか。違います。まあ私、ウマ、ウマは闇や夜、闇や夜です。グー、あなた闇や夜ですか。闇や夜にしといた方がいい。イエス、うま、闇や夜、うんぐ、星や光、ぐまままま、たくさん、あなた、ぐー、ぐま、ぐま、ぐまどれだ、あなたですかみたいな、意味が分かんない、言ってることが分かんねえよ、これ訳しても。闇や夜ですかみたいな。そうです。グー、あなた、まあ私、友達です。これまで持ってけばいいのか。よーし、オッケー。最終的に私とあなたは友達ですの下りまで持ってければランプが売れる。だとここは月夜か、それ関係あるかな。まあ私、グー、あなた、グゲ、嫌な気持ち、私あなた嫌な気持ちみたいな、意味がわからん。そんなことない。グー、グマグマ、グゲ、あなた、アナグマ、嫌な気持ち、そんなことない、グマグマ、アナグマ、いや違う、グマグママ、友達ですか。はい、来た、これもうランプが全部売れた。よっしゃー、疲れたぜ。お、売れたぞこの野郎。売ってきた。君は僕が信じた通りの人間だったよ。さあリミニュー、心の扉を開く時が来た。君も一緒においでよ。二人のラブが一つに溶け合う。愛の時の甘さを君の胸にも刻んであげる。俺もちょっとそんな状況になりてえな。羨ましいやつだ、こんなわけわかんねえやつのために惚れるなんて。ハニー、詩人のギルバートさん売れましたね、素晴らしいですわ。いや半分は俺なんだよ、半分デート俺に代われ。ランプ屋としてこの町にとどまりましょう。気がついているだろう、僕のパートナーとして愛を歌うギルバートを照らす愛の光としてさ。だからその半分俺によこせ。いやもう半分でいいよ、二股でもいい、俺はそれを受け入れる。
私もちょうど外へ出ようと思っていた。6日間もランプ作り、外の空気なんて忘れていた。飛べんだこいつ。てか俺はこんなに苦労してランプ売ったのに、こいつら。っていうかもうギルバートマジで許せん。僕の夢を聞いてくれるかい？二人の夢を語り合いましょう。道行く若者に声をかけて君のランプを売らせれば、手間をかけずにランプを売る。ふざけんなこいつマジで。私のランプが好きな人はほんの少しだけど、遠くからわざわざ買いに来てくれる。ランプなんてその辺の穴熊に作らせれば手間をかけずに作れる。こいつあれだな、なんか釣った魚に餌をやらないタイプの男だな。なんか彼女になったらもうなんか適当でいいやみたいな、なんかそんな感じがする。一個一個手作りでランプを作る手間暇かける作業についついのめり込んじゃう。言ってることが正反対じゃねえかよ。都会からデザイナーを呼んで最高に素晴らしいランプを作ろう。その辺のガラクタを集めて奇妙な形のランプを作る。そうすれば僕ら働かなくてもいつの間にか大金持ち。毎日遊んでる気分。お金はないけどこれが私。ダメだ、お前とは合わないギルバート。君には夢がないのかい？いやギルバート、お前が間違っている。君と話をしていると僕は寂しくなってしまう。共感できないようなら別れろ。俺がこの子と毎日楽しい夢を見てやる。今の自分が否定されてるみたい。君たちは根本的に合わないぞ。リミに夢を覚ませ。今のまま閉じこもっているのは良くない。それは全部あなたには見えない嘘の夢なの。そうだよこんなやつ。僕はこの街を出るよ。新しい愛を探し行くよ。マジ何なんだこの男は。まあギルバート、あなたって少し軽薄かも。そりゃそうだよ。私も少し沈むかもしれないけど、それぞれの愛を探しましょう。さよならリミニュー、君のことは忘れない。さよならギルバート、さよなら。まあ少し寂しいかもしれないけど、その寂しさが紛れたのなら俺が迎えに行こう。リミニュー、君のランプは俺が買う。ベッドに入ったらランプは消すでしょう。実はちょっとだけ沈んでいます。グマ、もうグマ語は分かんないぞさすがに。あ、こいつら買ってったやつか。こいつはアナグマ語分かるんだ。いいえ、こちらこそ。私のランプはとっても気に入った。これだからこの商売やめられない。あなたにこんなものをあげちゃう。震えるサジ、よし、アーティファクトゲット。いや、まあアーティファクトも欲しいけど愛も欲しかったな。こいつなんだ、ケンタウロスみたいなやつだったんだ。精霊の光、終わり。このところくなもんじゃなかったな結果的に。よーし、じゃあアーティファクトをゲットしたのでこれを置きましょう。ちょっと遠くになるな。ここちょっと近めだね。まあいいか、少し遠くでも。歯応えのある敵が出そうだからな。とか言って街だったりしてね。もう街なのかダンジョンなのか、アーティファクト見ただけじゃ分かんねえから。これはダンジョンだな。奈落、やばいものを召喚してしまった。奈落か、奈落をやってる時間があるかな。ちょっとまたさ、ダンジョンやってないんだけどさ、2回続けてダンジョン攻略をしてない回になりそうだけど、ルリのイベントもなんか進めたいんだよね。今日何曜日だった？見てみよう。サラマンダーか。サラマンダーはだってあの先生でしょ。ちょっともう一回曜日を変えよう。で、曜日を変えるのはここに寝れば曜日を変えられる。ごめんね、カール、ここに泊まる。泊めてもらう。 OK。
で、アウラになりました。あれ、アウラの日って、先生誰だっけ？多分、曜日で授業の先生が違うんだよね。で、ここにいるでしょ？あれ、アウラは先生がいない？自習か？座って、待って、待って。先生がいないと反応してくんないのかな？こんにちはしか言ってくんない。曜日を変えよう。もうちょっとやっぱね、情報が少ないよね。誰かなんか教えてくれるわけじゃないから、いろいろ試してやらないといけないのがつらい。次の日は曜日のさ、周期もわかんねえかな。で、ノームになるのか。毎日試そう、もうこれしょうがねえ。総当たり戦だ。で、ノームの日に来てっていうのはもう聞いてるから、まあ、ウンディーネの日もノームの日も結局よく分かんなかったけどね。ちょっと邪魔、いけねえ。こんにちは、こんにちは。いやー、何なんだ。で、ノームの次はウンディーネとノームが連続してなることは確かなかったと思うんで、もう一日進めよう。で、ジンか。再び授業へ。おう、陣の日はこいつか。なんか怪しすぎる。こんにちは。あれ、光らない。はイベントが進まねえんだけど、どういうことだ。もう一回、もう一回だけじゃあウンディーネの日に行ってみるか。ダメだ、何にも起きねえ。もう意味がわからん、この役立たずルリが。なんか話進めろよ。まあわかんないから、とりあえず出よう。はい、というところで、じゃあちょっとね、次回は奈落、ここからやっていきたいと思います。2回ほどね、ちょっとほぼダンジョンエリアをやることがなかったんですけども、次回は奈落からスタートしていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。